チャーリー・ SW 校ー・は日本の画家、美術作家。本名はコーナ・リハラ。京都造形芸術大学卒業。1989年京都市生まれ。小学生の頃の一時期を奈良市で過ごし、中学、高校は自宅のある京都から大阪市内の学校に通っていた。社会人を経験した後に京都造形芸術大学芸術学部日本画コースに、 入学し、2016年3月に卒業。2015年3月に、ニューヨークで開催された、アルテキスポ2015に参加して、以降、海外のアートイベントへの出展も多い。鉛筆による、ホトレアリズムを得意とし、20歳前後の女性の可愛らしい表情を、大首絵のような構図で描いた作品が知られている。女性をモチーフにしている理由は、 映像作家のスミスの作品に感動したことがきっかけであり、現在でも音楽やメガボルトからインスピレーションを受けることが多い。主な取扱い画廊は EMP ギャラリー。アシンメトリーの髪型に白縁のメガネが特徴。その容姿や若い女性の絵を描いているということからチャライと思われがちであり、本人もあえてそのキャラクターを演じている。しかし実際は 真面目な性格で IQ は130以上ある。チャーリーとはもともと本人がスヌーピーの大ファンであることからチャーリー・ブラウンに由来してつけられたあだ名である。コーナリハラよりもチャーリーの方が名前を覚えてもらいやすいことや国籍や政治にとらわれず自らの判断で表現をしていきたいという考えのもと国籍がわからない名前としてチャーリー・ SW コード名乗っている。なお、 名詞におけるアルファベット表記は、チャールズソン、ウォンコーとしている。古典の際には、ウィキペディアのページを模したプロフィールを掲示している。これは、ただ単なる遊び半分であったものの、いつか本当に、ウィキペディアに乗れるくらいに有名になりたい、という目標も含んでいたと語っている。なお、そのプロフィールでは、当面の目標を、画集を出版して、印税生活を送ることとしている。 ありがとうございます。